最初にヤングマガジンで短編を何本か頼まれて、ヤングマガジンの編集の人に頼まれて、それを2本ぐらい書いてから連載をしてくれないかっていう話でしたんで、じゃあ連載っていうのはあまりやったことなかったんですけども、じゃあやってみようかということで、82年ですかね、その時にまあその SF のアクションものをやってくれっていうことでしたんで、その自分なりにそのそれまでいろいろ SF みたいなものを書いてたんですけど、もっとその連載していきながらその読み物として長いストーリーを作ってみたいなっていうのがありましたんで、それで始めて、その前にその SF のまあ単行本っていう形になってないやつもあるんですけど、 SF を書いてまして、それが最初ほとんど SF っていうのが初めて書いたやつが、その「ファイアーボール」っていう作品で、で「ファイアーボール」っていう中にはそのコンピューターの名前がアトムっていうんですよね。アトムっていうのはそのやっぱり手塚治虫の「鉄腕アトム」っていうのが、非常にありましたんで、その手塚治虫の「鉄腕アトム」に何でしょうね、捧げるっていうわけじゃないですけど、僕は要するに子供の頃見て育ってきたそういう作品に対するなんか自分なりのその SF 漫画に対する自分なりの作品っていう感じで「ファイアーボール」っていうのを作って、その次に「ドーム」っていう作品を作って、それはえっちゃんっていう女の子が出てくるんですけどね、超能力の女の子なんですけど、それが石森章太郎の「サルトビエちゃん」っていう話がありまして、それもなんていうかそういう石森章太郎に対するなんていうかオマージュと言いますかね、そういう感じなんですよね。それで「アキラ」の時にはこれもやっぱりそういうものがありまして、やっぱり横山光輝の「鉄人28号」をやろうかなっていうふうに。でそれはまあ、大まかなストーリーは「鉄人28号」とも言えないんですけどね、もう全然最初のアイデアはそうなったんですけど、書いていくうちにもう全然別のものになっていきますんでね。ですから残ってるのは何でしょう、金田と、金田っていうのはその「鉄人28号」の中に出てくる金田章太郎をイメージして書いたのと、あとはその28号、アキラが28号っていうのはその「鉄人28号」の名前なんですよね。それに鉄人28号の話っていうのが、その昭和じゃない、太平洋戦争の前にその軍部が作った秘密兵器というのが現代に蘇って、まあ、そのストーリーを構成していくという話なんで、まあ、そういうところで言えば「アキラ」っていうのは非常に鉄人28号そのまあ完骨脱退してるわけですけども 非常に鉄人28号っていうのが最初のイメージでしたね。新しい東京っていうか、そんな感じで非常に東京っていうモチーフがすごい出てきましたね、あれ書いてる頭の段階で。東京をやってみたいな、非常にその雑然とした街を舞台にしてその SF のストーリーが進んでいくっていう、そういうふうに考えましたけどね。すごい東京っていうイメージが強いですよね、あれは。そうですね、それはあんまりこれは見せたくないんですけども、ちょっとねこれ、まあ、何のノートか忘れましたけども、最初1話2話っていうふうにこれ書いてありますけど、その前にその大体全体の話を、これ見開きになってますけども、見開きでこれでね、一応全部話が終わってることになるんです。最後の方ちょっと随分違いますけどね、最初書き始めたのはすごい何でしょうね、まあ目の前の1巻から2巻ぐらいまでは非常に細かく書いてあるんですけど、最後の方は大体まあイメージだけ書いてあるんですけど、大体でもこれに沿ってやっていきましたね。だからこの線が引いてあるのはこの辺まで終わったなとかね。でこれ一部量って書いてあるんです、この辺までで一部だななんていう感じで、
こう簡単になんか、アキラ目覚めのパニックなんて簡単に書いてありますけどね、これが 何十ページにもなったりするんでね。で今、全部で何ページになったかちょっと分かりませんけども、2000近いんじゃないですかね。でこれが最初のそのそういう全体の、メモでして、であとだんだんその、1回ごとに、少しずつ、作品に入る前にこう書いていったということですね。これがだから、全体のやつはここに書いてあって、あとその毎回いろいろ、まあ、これだとあの絵コンテみたいになって小回りしてやったり、あと何でしょうね、あと最初あのタイトル、表紙のタイトルを作るときに「アキラ」っていうこの字の並べ方ですか、これをずっとやっていったっていうのもありましたけど、大体最初はねこのぐらいで終わるんじゃないかと思ってたんですよね。ところが全然終わらなかったという、であとは何でしょうね、あとまあ3冊これもありますけど、これもまあ大体似たようなもんですね。そのこれで、全体の、テーマ、イメージ、まあ、構成まで一応してあるんですけどね。だからこれ書きながらやっぱりその最後の方ってどんどん最初に書いたものと変わってきますんでね、その最後までたまに書いたりしてるんですよね。どん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 変わっていくんですけど、何回かおきにね、やっぱ最後までやっぱり一応ストーリーを作ったりしてるんですよね。